これ質問多いですね、すごい。いや、そうですね、特に進学校の子が結構持ってるイメージはありますけど、うんうん、どうなんですか、鉄壁って。いや、正直もう、なんだろう、これが発売された当初と実際読んでみから、はい、見てからの印象が結構変わった参考書ではあるんですよ。はい、武田塾チャンネル。久しぶりの企画なんですけど。何ですか、今日の企画は。今日の一冊っての参考書紹介するやつあったじゃないですか。ありましたね、はい、はい。まあ、コメントでもね、いろんなこの参考書紹介してくださいみたいなの来たりするんで、ちょっとせっかくなんで、いろいろまたね、新しく出てきた参考書とかどんどん紹介していこうと思うんですけど。おー、ニュー参考書が出てくるわけですね。そうですね、あのルートにないやつとかもね、お私で一冊ずつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。高田先生、はい、今日の参考書は何ですか。今日の参考書は、はい、鉄力会東大英単語熟語鉄壁です。きたね、鉄壁。鉄壁、これ質問多いですね、すごい。いや、そうですね、特に進学校の子が結構持ってるイメージはありますけど、うんうん、はい、どうなんですか、鉄壁って。いや、正直もう、なんだろう、これが発売された当初と実際読んでみから、はい、見てからの印象が結構変わった参考書ではあるんですよ。はい、イメージが変わったんですね。そう、なんか、はい、こうパッと見めちゃめちゃ難しそうじゃないですか。いや、もう鉄壁ですもん、難しいんじゃないですか。はい、もうな、それこそなんか、はい、こんなのいるのかよみたいな単語までこう入ってそうな、乗ってそうですね、うん、ところがですね、はい、全然そんなことはなくて。あ、そうなんですか。意外と乗ってる単語自体は本当にオーソドックスなもので、必要なものをちゃんと網羅してくれてるみたいな形で、単語数が、まあ、分厚さの割にめちゃめちゃ多いというわけでもないんですよ。あ、そうなんですね、うん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 、で、中にいてもらえば分かるんですけど、結構その細かいこう解説だったりとか、はいはい、ポイント、単語の例えば覚え方だったりとか、その整理の仕方の部分で結構その語形とかだったりとか、うんうん、その語源の部分とかですね、うんうん、とかその似た単語でまとめてくれたりみたいな形で、すごく整理がしやすい構成になってるんですよ。1個あたりの単語の情報量が多いんですね、うん、そうですね、うん、ってことはですね、これはあの使い方を間違えると情報量が多すぎるというふうになりやすい側面もあるってことですね。そうですね、うん、結構几帳面な子だと大変そうですね、はい、そうそうそう。であと、そもそも単語を全然覚えてない子がこれで単語を覚えることがどうかなっていう考えるときに、シンプルに単語を覚えるだけだったら、やっぱその普通に単語の意味だけで覚えた方が手っ取り早いでは手っ取り早いわけなんです、はいはいはい、シスタンターゲットタイプですね、はい、だけど実用性って意味だと、このぐらいまでやっぱ詳しく知っててほしいみたいな側面はあったりするわけじゃないですか。特にその難関で目指す場合とかだと、じゃあ、でもどうなんですかね、シスタンとかターゲットとか終わって、うん、もっともっと単語増やしたい、東大京大目指すぜみたいな子たちが2冊目にやる本としておすすめみたいな、そうですね、感じですかね。もしくは単語をただ覚える、こう暗記っていう作業がやっぱ苦痛で、こう体系的に整理したいとか、より詳しくこう踏み込んでいきたいみたいな、周辺知識があった方が覚えやすいよっていう子は、コモにもおすすめと、うん、ですね、はい、なので単語は単語と割り切って覚えるタイプだと、これはなんか余計な情報多くなりがちなんで、まあ、使い手を選ぶものではあるけど、でもじっくりやりたい人にはすごいいい教材かなと。これ一冊で単語必要なものは全部ちゃんと揃うしねっていうところですね。なるほど、結構じゃあ、うん、合う合わないとか成績の伸び率とかも変わってきそうなんで、使い方には要注意の参考書ですね。でもあの内容そのものは非常にすごい優れた参考書なんで、うんね、あの内容を見比べてみて、システムとかだから、ね、はい、単語はもう楽に覚えたいみたいな人だったら、うん、システムとかの推奨かなと思えるんで、はい、で好みに合わせて使ってみてください。今回の動画は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。